じゃじゃんじゃ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 んじゃ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 ーん。メイクしてみたよ。ファッション誌っぽいメイクをしてみた。どう？ラインストーンつけた、ここにキラーン。本当はカラコンつけたかったけど、カラコンつけようかな。ちょっと待ってね。じゃあカラコンはこちらのこれか、これしか持ってないけど、落ちちゃった。これかこれしか持ってない。これあれ、指原さんのね。指原さんどうもありがとう。でこれちょっとつけてみます。つけない方がいいかな。まあとりあえずつけてみるね。一応可愛くない？どう？よいしょ。カラコンってかコンタクトつけるのすごい苦手なので要注意。はい無理。はい無理。はい。むずくない？コンタクトつけるの。待ってちょっと待って、ちょっとじゃあみんなにコンタクトつけるとこ見てもらおう。よいしょ。どうやったらいいんだ。あ、お、来た来た来た。あ、ついてる感じする。あ、つけた。うん、こっちの方がいいね。よし。左目は得意なんですよ。右目だけはね、ちょっと左目いきます。よし、目痛い目痛い。よし、それじゃあみんなに撮影してもらいます。で髪の毛もくるくる、そしてリボン、かわいいでしょ。お洋服はしまってね。じゃじゃん。本当はクマちゃんと撮影したいところなんだけど、このソファーとかも入れたいんだよね。もうちょっと、もうちょっと後ろに下がってくれませんか。よいしょ。みんな、理想はこれなんですね。これ理想。カメラバッチリ、オッケー、ありがとう。まあいっか、まあいいであろう。よし、ではこのまずクッションをね持って、これはなんかね、こうが正解らしい。結ばないのが正解。撮影タイム、どう撮る？クマちゃんがいいか。これ。おお。これ外させてもらいます。これ。ありがとうくれた人。こう？
カシャカシャ、いい感じ。あ、すごい、みんなが可愛いって言ってくれてる。やったー。じゃあちょっとアップいきます。リボンが映った方がいいか、こっちか。カシャ、むずい、むずいぞこれは。こうだ、どう？カシャ。あとは、あとはこのクッションを使っておしゃれに引きで撮影っぽいよね、ほんと。いい感じ。クッションここに置いてあるものとして、ものとして、むずい。カシャ、いやちょっと変かな。カシャ、むずいね。光が光っております。ちょっとお待ちください。こんな感じでどうでしょうか。ちょっと全身入れたいので縦にしますね。おい、入るのかな、これ縦になってる、なってない、微妙。縦って何？これ、これが縦なの？もっと顔が近いの縦したい。了解。ではこのような形で、カシャ。次は横。カシャ。ソファーも入るか、入んなかった。ガシャ、画面をロックするんだよ。了解。縦にしてロックする。なるほど、できた気がする。こういうことでしょ、多分、多分こういうこと。携帯だったでね、きっと。ほら、こういうことじゃない、こういうことだよね。できてる。ちょっと待って、うい、カシャ、クマちゃん、カシャ。あ、わかった、髪の毛は後ろだね。ヘアメイク入ります。カシャ、カシャ。続いて横顔で撮ります。カシャ。続いてこの3つパターンしかありません。カシャ。縦で、じゃあこのクッションをここに置かせていただき、いただき、カシャカシャ。続いてアップで撮りたいと思います。あ、解除の時間忘れてた。もうとっくに終わってました。あと4分で終わっちゃいますね。あれ、なんか変になっちゃった、変になっちゃった。
ちょっと待って。じゃああと顔のアップ。ガシャ。で、ハウエにしてる。ペタ。こっか見えない方がなんかいい感じ。ガシャ。では続いて白い壁に白い背景にしたいと思います。じゃーん、カーテン、こっちの方がよく取れる。ここに置こうかな。逆かな、ここかな。うん、ちょっと髪の毛ぽやぽやなの目立ちすぎ。まあいっか。ガシャ。このこれね、すごいあれだよ、ちゃんとした一粒いくらみたいなやつの、ちゃんとしたバトンの時にやってたから、ラインストーンっていうやつ、クリスタルストーンだっけ、なんだっけ、なんかそんな感じ。本当のいい感じに光る、遠くからでも光るやつ。これない方がすっきりしてる気がする。お役に立ちました。ガシャ。ガシャ。爪が剥がれてる。爪塗ればよかった。まあいいや、次塗るね。ガシャ。爪を隠す。ガシャ。みんなが可愛いって言ってくれる、嬉しいな。ウィンクできないんだよね、ウィンクあんまり。ガシャ。できてた。じゃあ一緒、3、2、1でね、せーの、できてるかな。オッケー、そろそろ時間だ。時間が見えないよ。キャー、時間が見えない。あと30秒。よし、ではこの感じで次のもう1パターンの撮影に行きたいと思うので、1回メイク全部落として、髪型も変えて衣装も変えてくるので、また2パターン目の撮影もよろしくね。ありがとう、笑顔も。これハッシュタグビスとハッシュタグビスを、かたみなおビスにしてください。